はい、本日の新型コロナウイルスの新たな感染者の確認でございますけれども、新たに本日は64人の感染が確認をされました。昨日過去最多の40人ということをご報告をしたばかりでありますけれども、連日過去最高を更新をするという大変深刻な事態になっているというふうに考えております。やはり感染力がより強いデルタ株によります感染拡大のスピードの速さが、過去もいわば異次元の速さで高知県に押し寄せているというふうに受け止めております。詳細については後ほど健康政策部の方からご説明をいたしますけれども、本日確認されました64人の感染者のうち感染経路不明が30人という規模に上っております。昨日も約半分が感染経路不明ということでございましたけれども、この数字を見ましても、市中に相当程度このデルタ株を中心とします新型コロナウイルスが広がっているというふうに判断をせざるを得ない状況だというふうに考えています。この感染の要因を見ましても、引き続き夏休みですとかお盆での帰省、あるいは仕事などでの他県との往来、こういったことに起因すると考えられるもの、これが相当の件数を占めておりますし、また感染経路がある程度終えるものを見ましても、家庭内の感染ということが相変わらず図として多いわけでございますが、また職場の仲間などで飲食を共にしたといった接触が契機とみられるという事例も多い、でこういったような内容になっているところでございます。でお配りしている資料の中で個々のケースについては話の説明は割愛させていただきますが、4ページ目になりますでしょうか。県内患者の状況という対応の表のところのご覧をいただきたいと思います。左端にありますようにプラス64という数字になっておりますが、こうした中で、直近時点での入院治療の状況等をご覧いただきますと、重症者は真ん中の方にありますように、それから中等症は8人というようなことでございますので、これはかねてからの傾向の文句の通りでありますが、高齢者の方々の感染ですとか重症者の出現割合、こういったものが減少しているということがありますので、これだけ感染急増しておりますけれども、重症者等の数字については、これから上がってくることを警戒しなければいけないという面はございますけれども、他を抑えられていると。一方でですね、現実当面の対応として、焦点になってまいりますのは、この宿泊療養施設での運用プラス対応でございます。149人という数字になってまして、昨日比でプラス27人というような数字になっております。宿泊療養施設、ホテルのご協力をいただいてですね、確保はしてきておるわけですが、もう本日のようなペースでですね、海域感染の急拡大が進んでいくということになりますと、この宿泊療養を行う施設の逼迫というのが目前に迫っているという状況になっていると受け止めておりまして、この点で特に当面の感染症対応ということを考えましたときに、非常に危機的な状況になっていったというふうに受け止めているところでございます。以上が感染の概況でございます。そして今後の対応方針についてですが、これは次のいつもご覧いただいています新型コロナウイルス感染症の対応目安という資料ですね、横長の資料をご覧をいただければというふうに思います。今後の対応方針を検討するにあたりまして、県の対応ステージを判断していく、そのための前提となる指標の状況をまとめたものでございます。本日64名の新たな感染確認ということを受けまして、一番上の1の全療養者数、これは245人、そして4にあります直近7日間の新規の感染者数、これは225人という数字になりまして、それぞれこの県の設けております対応目安のステージから言いますと、
この数字そのものは、まあ、非常事態に相当するような水準まで至っているということでございます。でまただ一方で、丸にございますように、このいわゆる病床の占有率に関して申しますと、42.5% という水準にとどまっておりまして、これは区分としましては、左にあります特別警戒の水準にとどまっているということであります。まあ、ただ、この水準自身もですね、昨日は 31% 程度であったところでございますので、まあ、わずか1日で1割程度上がっているということでございまして、これもトレンドとしましては、本日のような傾向が続いていくというようなことを想定をしますと、この非常事態の 50% の水準に迫りつつあるという状況であるというふうに考えております。こうした中でございますけれども、なお本日、ないしここ数日のですね、感染の傾向をさらに詳細に分析をし、また講ずべき対策ということについて検討する必要があると考えておりますので、本日の段階におきましては、この対応のステージの判断といたしましては、この特別警戒を背負うことといたしますが、認識としましては、限りなくこの非常事態に近いところに迫ってきているというふうに考えておりまして、こういった認識に立ちまして、現在、県庁内におきまして、私どもで検討を指示をしておりますのが、1点目がここ数日の感染拡大要因の詳細をしっかり分析をするということであります。2点目はこれを踏まえまして、また先ほどの対応ステージの判断指標の状況も注視をしまして、ステージの対応ステージの引き上げが必要ではないか、非常事態レベルに引き上げることが必要ではないかという点、この点について、現在、検討の作業を行わせております。さらに、このステージの引き上げとも関連いたしますけれども、今後の具体的な感染抑制対策に対する対応の方針は、どう講じていくべきか、この点について、検討を指示をいたしております。もろもろ、場合によっては予算的な措置などが必要なもの、あるいは場合によっては国によっての調整が必要なものもあり得るわけでございまして、そういう点で、若干時間を要する部分もございますけれども、明日、このコロナ対策の本部の会議を開催をいたしまして、ただ申し上げましたような検討作業を踏まえた、ステージの判断、あるいは対応方針の判断の、この本部の開催をして決定をしたいというふうに考えております。ただそうした中で検討の方向性をあえて本日事業者の方々との関係もございますので、お話をさせていただきたいという点が一点ございます。これは飲食店の方々などに対します営業時間の短縮要請についてということでございます。これについて現時点の分析ではですね、この飲食店の場でのクラスターが続出するというところまでは至っていないわけではありますけれども、これだけ、いわば毎日の感染者が20、40、60という本当に日々積み上がっていくという状況の中でですね、ただいま申し上げましたように感染経路不明者が1日だけで30人、かつてないいわば異次元の感染拡大、市中の蔓延が相当進んでいるというふうに考えざるを得ない状況にあるということでございます。そうした中でございますし、また、ただいま申し上げました、県外との往来ということも、もう少し掘り下げて話をお聞きしますと、かなりのケースで、これは県内、県外、人としては、両方ありえますけれども、やはりそうした県外との往来の中で、普段会っておられない方との会食をしたと。ということが直接的な感染のきっかけとなっていると言われるケースも少なくないというような状況、こうした状況を考えますと、やはり飲食店のなどの営業時間の短縮の協力要請、これについて、これはもう不可避の要素として検討せざるを得ないという認識に今立ち至っております。現実に県が自主的に対応ができる方策といたしまして、
大きな核となるのがこの臨床治験短縮要請ということでもございます。その意味で詳細については本日の検討作業を経まして明日の会議で最終的に決定いたしますが、現時点で検討しております素案的な中身を概略申し上げますと、県内でもですね、地域的に見ますと特に感染者が多い地域にこの対象地域は絞り込むべきだろうと考えております。その意味で現時点で候補としておりますのは高知市、そして中央東エリアがかなり高知市と並んで感染拡大しておりますので、この高知市に加えまして南国市、江南市、この辺りに対象地域は絞り込む必要があるのではないかと、今そういった観点からの検討をさせております。この点まだ明日の感染状況ということもございますから、まだ流動的な要素はございますけれども、今までのデータでそういった検討をしているということ、そしてこの時間短縮の要請のスタートとなる日はですね、ご準備もありましょうから、事業者の方々のご準備もありましょうから、今週の土曜日21日から時間短縮を狙いをするという方向で、考えていこうと。もう大きな枠組みはこれまで3回やってまいった4時間の短縮要請、こういったものがベースになってまいると思いますけれども、ただ細かな点についてはですね、今申し上げた点も含めまして、なお検討して明日の会議で決定するということで進めていきたいと考えております。その他の対処方針につきましても、ただいま申し上げましたように、宿泊療養施設が非常に逼迫をしてきているということはございますので、まずこの今確保している枠内でさらなる努力をしていくということはございますけれども、ある点、この感染拡大のスピードにもよりますけれども、この自宅療養の活用というところの可能性も含めた検討といったところも検討の課題になってまいると考えておりますし、ステージの引き上げということになりますと、各種のイベントの対応、あるいは公共施設の休館、閉館といった対応、こういった部分についても具体的な検討をした上で、必要な場合には明日の会議で決定をして県民の皆さんにご協力をお願いをする必要があるというふうに考えております。そういった状況であるということを申し添えまして、私の方からの報告とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。